こっぱな女子少年院、収容番号438。久しぶりの外の美しい空気は薄汚れたお前の体に染み渡るだろう。お耳がないのかな。こっち見ろよクズヤンキー。まただんまりかよ。可愛げもクソもあったもんじゃねえな。おい、お前がどうしてこんなに早く出所できるかわかるか。記録上では模範囚まあ当然だ。他のやつらとおしゃべりもしなけりゃ我々看守様に反抗的な態度も取らないんだからな。でも本当の理由はそうじゃない。君が悪いからだ。てめえがやると他のやつらが気味悪がって怯えるんだよ。迷惑これでやっとおさらばできるかと思ったらせいせいする歌でも歌いたい気分だよ次にてめえが喧嘩でもしたら今度ぶち込まれるのはここじゃねえ。地獄のホープマジスカプリズンだ。そうなったらてめえの人生なんか一瞬でジエンドゲームオーバーおっと、生まれた時からゴミ人生だったかまあせいぜいゴミ仲間と楽しくやれよ。じゃあな、アディオス。もう卒業しちまったんだよ仲間は。まりすかろくむの上に立ってみてなら
げ方がよ。もういい、もういい。もういい。
のはイエーイ。みんなお待ちかね、近頃京都中のライブハウスで暴れまくっているという女子高生バンド、ニブビッチ高校軽音楽部デンデケだ。よろしくデンデケ、ヒアウィッゴにして、一匹狼を気取った挙句に京都を捨てて町所に転入した。裏切り者だ。おたべ姉さんが裏切り者だと。ニブビッチだかビッチだか知んねえけど殺そうら。ビッチじゃねえぞ。そうです、私らピッチピッチピッチピチの新選組じゃ。新選組、私たちは幕末を生きた京都を守っているんです。おめえは高見沢か。おいおたべ、この眉間の傷
忘れたとは言わせねえぞ。なあ、今は勘弁してくれへんか。今度できるか。できるわけないです。ねえ、怒ってる？あかんで、結果結果こいつが伝説のクレイジー。何笑ってるんですか。私のギターがおかしいとでも。後がないで。観光は中止や。宿に戻んで。姉さん。なんだ
私たちがてめえらの子分になんなきゃなんねえんだよ。そこのガキ、あ、弱いからさ、私たちより弱いくせに行こうぜちょっと待った、もうしつこい、またやっちゃおうか。違う違う違う、お前ら金が必要なんだよね。まあそれはそうだけど、俺の家は金持ちだ。俺の家は産婦人科だ。俺の家は呉服問屋だ。そして土方の家はアラブの石油王じゃ。日本人じゃねえのかよ。ウリの家はウリエルデイリー。ミブビッチはエリート高校。金ならいくらでも払ってやろう。お前らうちの用心棒にならねえか。まあそういうことなら話は変わるけど。よし、雇った。じゃあ明日から頼んだぜ。よろしくねー、チーズ。ねえ、京都ってめっちゃいいとこじゃん。ねえ、芸者でもあげるか。しかしよ、今度はなんだ、ガキを金で操るなんざ。あー、卑劣だな。なんて卑劣な話だ。姑息で、姑息で、卑怯で、卑怯。あー、しびれるぜ。土方、今度俺たちや最高だぜ。美しい、修行だぜ。ここの宿泊代はな、
あんたらの体で払うてもらう約束なんやわ。いくらあんたらがわての馴染みが学園長してるマジ上の生徒さんでもな、ただで止めてもらえるなんて世の中なめたらいかんでよ。ボーッ、オッオッオッ、ちょっと待って、はい、注目。あそこにくつろいでる子がおるやん。おいこら、なんでお前は便所掃除しとらへんねや。みんなヒーコラやってんねんで。ほらこっちに来てゴシゴシ磨く。きしょいなんなんやお前は。ネクラちゃんか。うん、なんじゃその目は。女郎屋に売り飛ばすぞ。ほら、お、やんのか。うやんのか。こら、大仏さんの掃除終わりました。ご苦労さん。あんたはまともそうやからな、助かるわ。当然でかんす。きしょう。いやだ。人遣いの荒い山さんでかんしたな。ほんならみんな、今日はしまいにしようか。では修学旅行夜のお楽しみでがんすね。なんや夜のお楽しみって。はい、消灯。怪談話でがんす。いいね。よし、じゃあ俺から行くぜ。あれは先々月の午後だ。俺が放課後学校の教室に残ってたらよ、窓の外に女がいたんだよ。女は俺の方を見て笑ってんだけどさ、よく考えたらそこ3階だったんだよ。じゃあ次私ね。去年の秋、私単車の鍵を学校に忘れちまって夜取りに帰ったんだ。で鍵を見つけて階段を降りてさ、上履きでペタンペタンペタンって。でもなんかおかしいんだ、足音が多いんだよ。ペタン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 、私の後を追っかけてくる足音が聞こえるんだ。ペタン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 、私ビビって階段駆け下りて全速力で玄関のドアを開けた。そしたら足音も消えてた。安心したその瞬間、耳元で声が聞こえたんだ。転べば追いついたのに。みんななかなかやりおりますな。お次は誰でやんす。京都の妖怪話やったら行さん知ってんで、名前やと違う。おい、ゲカラ、あんたもどうでがんすか。とっときの怪談話持ってないでがんすか。やるわけないだろ。私が厨房だった頃。おい、やだかよ。私が厨房の頃、一人で廃墟の探検に出かけたんだ。二階建てのアパートみたいな建物で、壁はコンクリートでできてた。ガラスはほとんど割れてて、壁も汚れてボロボロだったから誰も近づかない廃墟だったんだ。まだ昼ぐらいだったから2階まで上がって探索することにした。そしたら並んでるドアの一つに文字が書いてあるやつがあったんだ。私はこの先の部屋にいるよ。子供みたいな字で。なんだよ。私はドアを開けて先に進むことにした。歩いていくと分かれ道になっていて、壁に私は左にいるよ、と書いてあった。少し怖くなったけど私は左へ進むことにした。そしたら両側に部屋があるところに突き当たって、壁に頭は左、体は右と書いてあったんだ。私は勇気を出して右の部屋に進むことにした。
部屋に入ってしばらくすると突き当たりの壁に、私の体はこの下にいると書いてあったんだ。私が下を見ると、左の部屋から私の頭が来てるよ。もうやめて。後ろ見ないでね。後ろから何かが近づいてくる気配がする。私の髪に息がかかった。私がゆっくりと後ろを振り向いたら、起きてる怖い寝が。筋金入りのヤンキーどもや、目光らしとからな。揉め事は厳禁や。今日の街の夜の闇は深いどすえ。誰にも見つかってねえだろうな。当たり前だろ。は？なんだその口の利き方は三角。あー、てめえこそ何調子こいてんだよ、バタヤ。てめえが調子こいてんだろうか。どこまでおい、どこまでのくせに。あるせら、てめえそのくせに何言ってんだよ。てめえさ、見えねえぞ。おい、うっせらくそがやんのか、これ。やっと二人きり。私のこと愛してる？どうかしら。ねえ、愛してる？こっちへ来なさい。ああ、お姉ちゃま。よしよし、いい子ね。隠し事は蜜のあち、ねえ、ねえ、いけない約束、してるわ。危険な遊びね。不意に見つめ合って、なぜ黙ってしまった。差し出すその手も重ねた。二人をしめしめ夜の蝶々。関係がバレちまう。でも、あ、お姉ちゃま。こいつら
らユリ野郎だぜ。うるせえ俺たちは。女同士で何すんだよ。何ができんだ。何すんの。やめてよ。ブス同士のくせに。やめろ。汚ねえユリだな。ブスレズ。コソコソしてねえでほれ。チューしてみろや。見ててやっからよ。ベロッチンですよ。チェー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 。この腐れ毛動画。我ら電撃に腐れ毛動画褒め言葉。正々堂々と勝負しろよ。はいはい。待て。この卑怯者がよ。褒め言葉褒め言葉。はっ。なんだこれ、ピックか。病弱ですから敵のそばに寄るのは嫌なんです。あー、ボテチクショー電撃、絶対殺す、殺すからな。殺してみろ。あー、止めろなにしてんだ電撃。あなたたち、なぜこの襲撃が分かったんです。おめえがでけえ音出してからだろ。ああ、つい興奮して私の魂が泣き叫んでしまった。そう、ブチカ、お姉ちゃま、生意気な、受けてごらんなさい、私の必殺おたべ。具合はどうや？何があったん？あんなことして聞かせてくれへんか？ギター関係あるんか？あんたは沖田がギター弾くたびにおかしくなっとった。うちにはギターの音があんたを苦しめてるように見えたで。どうした？なんでもない。激辛？なんでもない。
たいな仏頂面、父親にそっくりだわ。うっとうしい。ずっと待ってたんだよ。たった2日でしょあんたももう小学生になったんだからさ、大げさなこと言わないでよ。ああ、もうせっかく久々に気分よくライブしてきたっつうのによ。新宿生ガキだな。笑えよ。笑ってお母様のご機嫌を取るんだよ、ほら。顔は？うざい。お前なんか引き取るんじゃなかったよ。養育費なんて何の足しにもなるしねえしよ。いくら私に才能があったって、コブ付きのロッカーなんか受けるわけないでしょ。何よその目は。お母様に向かって笑ってるよ。だから怒らないで。お前がいるから私は売れないんだよ。分かってんのかよ、この足手まとい。怒らないで。ほら分かってんのかっつってんだよ。痛えか、ほら痛えか、痛えか、ほら痛かったら泣けよ、泣けよ、ほら泣けよ。私が嫌だったら父親に引き取ってもらいな。ねえ、引き取るわけないか。お前なんかいらないってとっとと寝てっちゃったんだもんね。まあ私もいらないんだけど。ここ笑うとこだよ。笑えよ、ほら笑えよ、ほら笑えよ。なんで私ばっかり不幸な目に遭うんだよ。ガキなんか産むんじゃなかったよ。お母さん、おめえなんか生まれる前にぶっ殺しとけよかったよ。指でこう押さえるんだ、こんなに爪が伸びてたら弾けるわけねえだろうよ。舐めてんのか。邪魔しないで。
方の笑顔は泣き顔みたいやな。怒り顔の時もあるな。自分ではどうにもならへん気持ちが溢れた時、あんた笑ってんで。なああんた、冷たい手やな。おたべはあったかい。ぬくもりは感じるんやな。げっからあんたは何にそんな。教えてくれた。なんだよ、最初からそうしときゃ痛い目合わずに済んだんですよ。だはい、マイダーリー。超変なやつだったね。ね、いかがしてるかな。せーの、せーの。30円しか入ってねえじゃん。すっくねえ。何あいつ、舐めやがって。今度会ったら徹底的にボコってやる。ああ、弱いくせに抜かしてやつ。なんだよ、おための方
殴ってくださいって言わせるのはどうだ。だからなんだよ。喧嘩で勝つんじゃねえ。おたべの弱みを握って、おたべの野郎を俺らの入りにすんだ。おたべを俺ら全敵の子分にすんだよ。おたべ系、あいつを俺らの犬に。どうだ、いいいいだろ。で、あいつの弱みってのはなんだ。弱みか、弱みかな、まず弱みなんだやけな、なんだろう。あいつの弱み、それはダチ。お激辛。よし、じゃあその激辛をぶちのめしに来た。待てい、真っ向勝負じゃまたカウンターを食らうのがうちだ。んだと俺は負けねえ。俺たちはいやエリートだしかボンボンだ。たまにはここを使おう。さあの、へこ、ウリボ、はい、はい、東京へ飛びなさい。激辛について調べてくるんだ。金に糸目はつけねえぞ。これを使いなさい。うおー、なんすかそれ。ゴールドの上のブラックの上の天井知らずのクリスタルカードだ。うおー、なるほどな。やっぱりおめえは、ああ俺たちは最高のワルだぜ。そのひん曲がった背骨も根性もここレディース寺でまっすぐにして帰ってもらいましたかいな。やいけーつかーつ、なんだよ、なんだあのクソババー、かーつクソババーってバーカーかーつ。今けどやっぱおたべ姉さんの座禅は立派なもんでげすな。さすがは京都生まれ。関係あらへんわ。なんやのネクロちゃん、あんた一人ぼっちで、うん、仲間外れかいな。そんな端っこにおらんとこっちに来いや。うん、するかいな。なんやねんお前は、ほんまに根性腐りきったな。本当にきしょーくっ。はぁ、やだやだ。あ、いや、
なくなったぜ、あのクソババア。終わった終わった。おい下から。やめとけよ。記事も泣かずばズバッと撃たれることはない。なんだそれ、放っておこうってことだよ。あ、危ない。うわっ、なんじゃこりゃ。弓矢よっ、やぶみ、古典的でガンスな。あ、こんな時代劇みたいなことするのはやっぱり新選組気取りのデンデケしかいないでガンス。なんて書いたんだよ。おう、読めない、難しい。歌詞戦略なんて書いてあるでガンスか。どうせまたふざけた内容でかいしょ。読んでみてくださいよ。おたべ姉さん、どうやらうち一人に用があるらしいで。いやいやいや、行かせられるわけないでかんすよ。あっしはおたべ姉さんの右腕、血の果てまでもご一緒しやす。あかん、今回ばっかりは誰もついてきたらあかん。ちょっと待ってください。うち一人で行かなあかんのや。じゃあすまねえんだろ。なんであんたが知ってる。金の力はすごいで、金持ちに不可能はないで。激辛に関する調査報告書です。更新所に金をたっぷり弾んだおかげでいろいろ細かく調査されてる。例えば
死んだ先輩との約束だった高校の卒業を果たすために無駄な喧嘩を封じているとかさなんという無駄な努力。それを知ってんのに結果に濡れ衣着せよっちゅんか。やりめえだろ。あいつは俺のお顔を殴ったクソだぜ。土方だまつけろって言ってんだろうが。頼む、激辛を無所にぶち込むんだけは堪忍してや。人に物を頼むときってよ、タメ口だっけ。いいえ、お頼み申します。激辛に手出さんといてください。土方様、土方様、頭高くね。ダメだ、土下座したね。気分のいいぜ。気すんだか。ほんならもう激辛のことはバーカ。てめえの安い土下座で済むと思ったか。それとこれとは話が別だ。ほんなら今までのは単なる土方のうさばらしいじゃん。飛んだ。殴りたきゃ殴れや。そうすりゃ明日激辛豚箱行きだ。どないしたらええ。そうだな、電デケに入れ。電デケのペットとして飼ってやるわ。おたべけん、ほらほらほら、どうしたおたべ。おて、おて、ダチの人生かかってるんでしょ。町で裏切って電デケに入ることぐらいどうってことねえだろうが。それともてめえのプライドの方がダチより大切だってか。いいね、吠えろ犬、吠えろ犬、吠えろ犬。ワンヤ。え、ワンヤで。あいつマジで犬になりそうだったぜ。ファッ、おらチャギWe'll be right back.
とする。おたべは誰も来るなって言ってただろ。そうでがんしたね。クシ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 、わあ最高、クシ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 、 UV カット、クシ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 、太陽さん、あーもうなんで帰ってこねえでガスか。だからやっぱりあの手紙は罠だったんでガスよ。もうこれ何百回目、おたべ姉さん、うれ激辛、何してんだよそいつは。甘口だから大丈夫、全然甘くない。お前よく無事でいられたな。よっぽど恐ろしいもん見たんだな。だろうな。てめえ電撃だよな。電撃一年見習い武者修行中、その名もウリボン、ちょっとつぼうち、ウリー。おい、ウリ、どうしておたべは帰ってこない。ウリー、ウリー、何したんだって聞いてんだよ。ウリー、ウリー、おい、ウリボン、ウリー、町じは気が短いんだ。ウリー、やばい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 。おたべをどうした。おたべ、電撃入った、ラッパッパの部長だ。おたべ、電撃の犬だ、ベッドになった、ワンワン。うりー、うりー、それはなんだ。おたべの意思か。当たり前です。うりー、誰が犬だと、ふざけた嘘つきやがった。うり、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 おたべ、土下座して犬になった、おたべけ、二度と喋れなくしてやりなさい。やめろ。うり、うり、うり、なんだこいつ、ビーチ高校に乗り込むでガンス。おたべ姉さんに直接聞かなきゃ足は一つも納得できないでガンス。おう、もちろんだぜ、行こう。下から頼りにしてるでガンスよ。え、まさか行かないなんて言い出さないでくれよ。下からあんた、おたべ姉さんのガチでガンスよ。わしは激辛伝説ってのを随分と持って聞いてたらしいっすな。みんな、いくらなんすよ。ガッツ、ピンチのダチを助けねえやつはヤンキーの風上にも置けねえ。ガッツ、ただのうじうじ腐れ虫でガンス。おい、起きろ、案内しろ、おたべの居場所までな。
ちはもうラッパッパの部長やない。デンデケや。殴れても
私はあんたを信じやす。あんたとはもうさよならや。うちはデンデケに戻りたかったんや。せいせいしたわ。あんたと別れてせいせいするわ。お母さん。可愛くない子。せっかく私が可愛がってあげようとしたのに。うちの努力も無駄やってんな。あんたなんか誰からも愛されてないから。ダチやと思ってたけど違ったらしいな。どっか行きなさいよ。追いかけてこんといてな。うちの人生邪魔しんといて。激辛なぜでガスか。くそやめろ。ガスだ。死ぬぞ。話せ。どうしてこんな冷たいあんたがおたべ姉さんのダチなんでガスか。答えろ。私はあんたが喋る価値もないでガスか。おい激辛。
抜け駆けはずるいでガンス。デンデケ一人で乗り込むつもりでガンショ、あんたについて行かせてくれでガンス。こっから先は一蓮托生、あっしの命はあんたに預けた。どうぞお好きに使ってくだせ。ガッツ、寒い。傘さしてくれねえか。へい！激辛姉さん！ほんならお手合わせ願おうか。
これはあんたにとって理由のある喧嘩か？ああ、うちらヤンキーは喧嘩でしか語れんな。おたべ、マジジョに戻ってきてくれ。いつの間にそんなに強くなったんや。
もならないよ。恋愛がね流行らない。キーキーとしてなんだろう。誰かに束縛されたら絶対に私決めるよ。別にやりたいことなんかないし、夢を見るのは勝ったるいし、欲しいものくらいあればよかったものってなんだか難しい。友達恥ずかしい孤独ってなんだろう。なんでその隙が間抜ければ返事もしなくていいんだ。なんで生きるの？意味わかんない。ちょっと理解が不利な。売れないギタリストの母親。アル中で借金持ちで DV てめえのガキをめぐるなんて大変すぎる。愛する母親からも捨てられた女の子は施設で立派なヤンキーに育ちました。でも今でも母親を思い出すギターの音が嫌いです。施設に入っても年収を入っても激辛がすぐに出てくるのはどうしてでしょうか。君が悪いからだ。そうそう、みんなが怯えてって。誰だ、おいしいとこ喋りやがって。あ、私だ。くそ。よし、今から怖いママを思い出すギターの音を聞かせてやるぜ。奏でましょう愛と憎しみのハードロック。あれ起きた。もっとだ、もっともっといけ。激辛苦しんで泣き出すまでギターの音色を絶やすんじゃねえ。いきますよ。この音色がお前を殴った母親が自分を不幸にしたこのギターが。怖かったよ。でもそれよりも、ああ、お助け。それよりももっと私は
そ見してる暇はないで。おたべ、うちらのマジ見せつけたろや。
桜の
は舞台魔術科学園京都結風修学旅行4日目夜公演にご来場いただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。今日はですねこのアイアシアターの他に映画館でのライブビューイングも行ってるんですけれども、映画館の皆さんもアイアシアターの皆さんも私たちの魔女は伝わってますか？ありがとうございます。よかったです。この舞台もですね、今日で4日目で、8公演やってきたんですけど残りあと4公演というもう千秋楽に向けての方が早いというかね過ぎた日の方が長かったというかねそういうことなんですけれどもそのこの舞台をやってる中でですね私は本当に最後の曲とかの時にメンバーと目が合って汗だくのメンバーを見るのがすごい好きでですねあこうやって一つのことにマジになれる仲間に出会えたことって本当に幸せなことなんだなと、本当に感じているので、一人でも多くの皆さんが明日からマジに生きてくださることを祈ってですね私たちも、千秋楽までマジに走り続けたいなと思います。今日は本当にお忙しい中足を運んでくださってありがとうございました。これからも私たちの応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。劇場でお会いいたしましょう。本日は誠に